こんばんは。今ね、深夜2時を回ったところなんですけど、どうしてもヌテラ餅揚げパンが食べたくって、でもね、こんな時間に作るもんじゃないっていうのもわかってるから、この衝動に塗りつぶされて、なるものかーって、一応抗ったんですけど、あっさり塗りつぶされまして、実はね、もう途中までは作っちゃったんですよ。でね、せっかくなら動画にしようと思って、今急遽カメラ回してます。ではね、途中からになりますが、作るところからスタートします。はい、作っていきます。まずはね、食パンの耳を切りました。そしてお餅とチョコを混ぜたものとヌテラとパンとパンをつなぐ小麦粉と水を混ぜたものを用意します。まずはチョコ餅を真ん中に乗せて、さらに上からヌテラを乗せます。はい、こんな感じで適当で大丈夫でしょう。そして縁をね、こう塗ってきます。ちゃんとくっつくようにちょっと多めの方がいいのかな。はい、そしてプレス、細い棒がいいかな、こう押してきますね。あとはね、もう力で押さえつけてしまえば大丈夫でしょう。要は中が出なければいいんだからね。はい、こんな感じです。お餅を乗せて、ヌテラを乗せて、そしてここを塗っていく。いや、これもね、ヌテラ買った時からずっとやろうとしてたのね。でさ、なかなかやるタイミングなくて、そのうちにさ、もうヌテラさ、普通にパンとかに塗って食べたらなくなっちゃいそうで、しかも今日に限ってさ、甘いものどうしても食べたくってさ、もうこれはやるしかないと思って夜な夜な作り始めたわけですよ。はい、できました。こんな感じであと3つ作りたいと思います。はい、低温でじっくり揚げていきます。はい、完成しました。いただきます。うわ。この時間に食べるこの高カロリーの塊よ。おいしい。なんとも罪な味がします。この油のじわじわ感とパンのサクサク感、そしてヌテラ餅のもっちりとろっと感、最高に美味しいです。もちろんね、ヌテラだけでも美味しいんだけど、ヌテラ餅にしたことによって、このトロトロもちもち加減がね、たまらないですね。次はね、ホイップつけます。絶対美味しいやつだ。それ合わないはずないよね。いや、もうこの糖と油がね、この時間の私の全神経に染み渡る。おかしくなりそうだ。実はさ、私今生理持ち返しこの吹き出物とか結構やばいんですけど、もうだからなんだっ
って思ってしまうくらい罪深い味ですね。美味しすぎる。いやね、ずっとなんか甘いもの食べたいなって思ってて、1時になるくらいで、あ、作っちゃおうかなとかって思って。でもさ、作るのも面倒だし、その後油処理どうすんのとかね、いろいろね、葛藤はあったんですけど、やっぱり作ってよかった。だって美味しいわ。この食べ方まだね、やったことない方、ぜひね、試してほしいです。お餅とチョコレートは細かく刻むことをお勧めします。あと、高温で温めないこと。プラス、まあ、作ってて思ったんだけど、牛乳ちょっと入れてもよかったかもしれない。でね、この最初は混ざりにくいんだけど、電動餅器みたいな原理、うらーって混ぜると、だんだんね、いい感じに馴染んで、この一塊のチョコ餅になります。いやー、すごい血糖値爆上がり効果かな。めちゃくちゃ眠くなってきた。はい、おいしそう。おいしい。いや、美味しい。これが幸せに満ちるということなんですね。あ、そうだ。この残りの3つは、ちょっとね、ASMR っぽく食べたいので、この私ってさ、最初のサクサク音以外のこの口の中って、口開けてなくても音鳴るじゃないですか。その音苦手な方もいるかなと思って消してるんですけど、この3つはね、全くこの、音量下げずにそのままの音を残そうと思ってるので、苦手な方はね、もうここで動画終わりにしてください。さよなら。まあ、この3つね、これは普通に食べます。いうイメージがあってではい
さ、各関節症の毛があるのね。だからさ、噛んでて、たかだか揚げパンだよ。だけどね、顎がね、カクカクなっちゃうんだよ。だから咀嚼音プラス、顎の音もう入っちゃうから、やっぱ全部残すって、やっぱすごいね。てなことでね、普通に食べます。うまっ。この何とも言えない背徳感がさらに美味しくさせてるのか、悪いことやってやったぜみたいな、ちょっと誇らしさがあるね。ごちそうさまでした。いやもうめちゃくちゃ美味しかった。そしてすっごい眠いので、後片付けは明日の私に任せて、今日は幸せなこの状態のまま寝ちゃいたいと思います。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。おやすみ。 Twitter、Instagram もやってます。よければ関連動画もぜひぜひ見てね。